のみこです。タイガーさくらです。ファミスタのみやぼうです。はい、ということで今日も東京ゲームショー2016にやってまいりました。で今回はですねセガブースに来ていまして、龍が如く6をちょっと私有でプレイさせていただきたいと思います。楽しみですね。じゃあもう早速ね行きたいと思います。はい、ということで龍が如く6の私有台前に来ています。はい、はい、で今回プレイするのはどっち？はい、僕です。ミヤボーがプレイします。過去作品はやったことありますか？もちろんやったことあります。さすがです。じゃあ早速プレイしていただきましょう。よいしょ。桜井さんは結構初めてですか？俺はね、ミヤボーの家で UFO キャッチャーだけやったことある。UFO キャッチャー、中のミニゲームね。なるほど、じゃあ早速やっていただきましょう。すごい映像がねめちゃくちゃ綺麗だから。あ、どれがいいんだろう。アドベンチャー下ですね。ここ2個目のやつお願いします。いや本当にミーコは結構全作品やってきたりしてるから本当ずっと楽しみにしてる。ミーコもやればよかったじゃん。いや、やっぱ私は楽しいで初めての人とか、まあ前作はやってないけどちょっとつまんでやった人たちにやってほしいよ。本当に楽しいの。何が楽しいかってもうね、ダメだ、あんまりねボコボコするとか言っちゃいけないと思うけど、そういうのが好きなんだね。そういうゲームがバイオレンスなの好きだから、そういうね。本当だ、出ればよかった。あ、出る、すいません、ちょっと次オーディションあったらお願いしますって恥ずかしいこと言わせないでくださいよ。始まった。あ、始まった。どう、これカムロ町って言って、カムロ町っていう町なんですけど、めっちゃ綺麗じゃない、ネオンが光。もうとりあえず飲み物ね。とりあえず飲み物大事じゃん。いっぱい持ってる。あ、本当だ。8万円893だから、とりあえず来いよちゃん、ね、なんだろうね。あ、これすげえボトル持ってる。え、てか今までこんなのなかったよ。なんで一気すごいね、やっぱ桐生さん。あ、防御があった。え、なんか今までコインロッカー、じゃあジュースとか買えなかったと思うんですよ。とりあえずやめなさい。入れるよ。嘘。私ねこういうの入れなかったから、まあ素通りしてたけど、やっぱ男の子だね、視点が違うよ。なるほどなるほどなるほど。まあね、こういう時に入っとかないと。そうね、確かにリアルだ。入っとかないと。やめよやめよ、なんか危ないのが出てきそうだわ。すごい。じゃあ走ることはできますか？走ること。あ、バツを長押しすると、流しながらやるとね走れるみたいですけどね。この人にぶつかる感じもうダメ、もうテンションもうバリ上がりバリ上がり。あ、そうそう、牛丼とかも食べれるし。どうですか、音とか聞こえてるでしょ？え、ね、何、音聞こえてる？音聞こえてるよ、なんかガヤガヤガヤって。ちょっと街っぽい。あ、いる、来た来た。近づいて近づいて。あ、ぶつかったぶつかった。これなんかあれ、あ、気づいた。みんな、待って。始まった。え、待って、こんな戦い方になってるの？武器持ってる、武器持ってる。待って。あ、え、すごいすごい。戦いはね、ね、普通に丸とか、あ、ちょっと桐生さん、桐生さん。撃ったよ今。ちょっと。藤原が味方ごと蹴り倒した。花沢。花沢。奥花沢。すごい、上だ。上だ。誰？藤沢、藤原。あれ持てる武器。武器持って。これ。あ、後ろ、下。あの黄色いパ、あのコーン使えるコーン。やばい。ちょっとしっかり。もうお姉さん危ない。そんなと。よし、いいね。コーンめっちゃ強い。壊れた。多分ね自転車とかあったと思うんだけど、自転車とかも使えるはずなんだよ。自転車使える。自転車。お。今のこれヒートアクションって言って、超そう痛い痛い。痛い。あのヒートアクションは結構ヒートアクションは結構ね強い攻撃技が出せるんで、意外とこういうちょっとなんかね、そこら辺にいる子たちは一発で倒せることが多い。そこら辺にいる子たちは。うちの安全は保たれたな。保たれましたね。キルが一番やばい人かもしれないけど。実際。本当に歌舞伎町の街がねめっちゃ再現されてますよね。ジロー。ジローのところだ。ジローのところ。あ、これある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 。あるこれ。
ちょっとなんかお店に入ることとか入ってみよう。ツルトンタン行こう。ツル、あ、ツルトンタン。こっち、こ、あ、こっちじゃないか。こっちじゃない。こっちじゃない。なんかね、この辺り焼肉屋さんがあった気がするんだけど。違うかな。あれも。こっちかな。なんかね。なんか店入ろう。店入ろう。店入ろう。あ、待って。あ、吸い込まれた。いいよ。それは入んなくていいの。え、ここここここ。ここコンビニ？ほらポッポだよポッポ。かの有名なポッポだよ。ポッポポッポでホット。ああ、何これいいね。こんなに中見れるようになってんの？あ、なんかなんだこれ。わかってるわかってるわかってるよ。そういい。怖さんくていいよ。いやこういう自由なのがいいんすよ。もう普段できないことをできるんすよ。あ、そうなんだよね。ちなみに、なんだっけこれ、アナログスティックじゃなくて方向キーの右側を押すなんかメールとかが見れるらしいですよ。はい、ほら SNS。 ミレニアムタワー前でしつこく女の子に絡んでるナンパ師がいたよ。あいつはすげえ強引なやり方で何人もの女の子を助けに行こうよ。じゃあミレニアムタワー前行きますか。どこ、ちなみに結構中心部にあるね、すごいでかいタワーがあるんです。そこの前にね、それで地図見れますね。おお、あったあった。ここ 3D になってます。すげえ、あ、すげえ、チェックもつけてくれるから。じゃあそこ行こう、ここ行こう。うわ、あれ、あそこに左下のマップで見れます。あ、ここね。あ、これで緑のやつ。よっしゃ、ちょっとガンガン行きましょう行きましょう。あ、赤いやついる赤いやついる。ちょっと赤いやつね。でもまだ女の子をね、先倒さない、あの、守らないといけないから、女の子を助けに行かなきゃ。結構走るな。またメール、SNS が更新されたのかな。あ、本当だ。あれ、怖い人の前で。あ、これトラブルかい。めっちゃ絡まれそうなんだけど。ちょっとやばいやばい。よし、返事を投稿。やばいやばいやばい。来た来た来た。ただただほら、ただ硬い、ただ硬い。だから、ね、アイテムをね、極力使っていきましょう。ほら、アイテム拾う、アイテム、そう、極力ね、アイテム使って、自転車とか使ってほしい、私的には。原付は無理じゃない。あ、ほら、自転車、自転車のね、私ヒートアクションが大好きなの。ほら、倒した。倒した、あっさりあっさりいっちゃったな、すごい。使わないでもなかった。使う、あ、1万円。もうさすが龍が如く。いや、とりあえず向かうぞ。そうね、行こう。女の子のところに。さあ、あ、ここでミレニアムタワー前ですよ、この辺り。女の子がちょっとナンパ師にね、やちょっと、あ、いた、チェックつけたところ、やった、ここら辺に、この辺にいる、この辺にいるナンパ師。地図で自分でつけただけだから、あの、多分そこじゃないな。もうちょっと戻ったところじゃないかな、本当真正面。戻って、こっち戻るか、こっち、そっちじゃなくない、あ、あの青、緑、紫の3点じゃない。この子、これは違う子だな。でもこれもこれでイベントなんじゃない？あ、どうなんだろう。これ紫のやつ。これかな。でも女の子じゃないよね、見るからに。もう一個あったじゃん、イベント、ミレニアムタワー前で。もう一回見てみよう、もう一回。これない、あ、だみ、お、ほら、もっと下にない？下下。あ、一番下。上、一番下、一番下。俺がなんとかしよう。あ、これか。いや、もっと下、それ。あ、これか。うん、あ。ミレニアムタワー横で柄の悪い、あ、これね、多分1回クリア、あの上の女の子を助けないとできないのかもしれないよ。できるんじゃない？変身できない？できない。変身今できない。女の子を探そう。多分ここにあるピンクのやつかな。ピンクのやつか、うん、オッケーオッケー、かもしれない。ピンク、なんかもう1個紫のやつあったよ、この辺、この辺、この上を上がる感じかな。かい、あったあったあった、あの紫の3点。あ、いたいた、絡まれた、来た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 、めっちゃ絡まれてるじゃん。ナンパ師を倒せ。見る。お、お、何をやってるんだ。シンベラー。まずガードから入るから。横、横じゃない。食らってる食らってる。ほら、溝口お前。あ、後ろからやられてる。渡辺か。とりあえず溝口を倒すと。まあ溝口を倒しました。からの渡辺、谷口。お、三角三角。アクションだ。来た。すごい。やべえ。引いた。渡辺硬い。ほら。あ、でも強い。あ、強いじゃん。渡辺強い。渡辺強い。ボスだ。
灰皿使える、灰皿。ほら、物を使いたい。あ、巻きたい、いいな。こいつ片手でも強いな。ほら、一発。物強いね。いや、物をね、使うと、そう、経験値が上がったりしますね。ナンパした女の子は？ナンパした女の子は戻ったらいる？まるで話しかけましょう。で、宮本がナンパするでしょ。いやいや、そんな男じゃないから。桐生そんな男じゃないから。オッケーオッケー。あ、またメール来てる。まださっきのおっちゃんのとこ行こうか。よし、これ変身した。待ってろよ。これでさっきのところ行けば、いや、ミッションこなしていくのも楽しい。本当に龍が如くサブミッションとか、あの大元のストーリーとは別にあのストーリーがあったりするんで、それがまた魅力だったりするんですよ。でキャバクラ、そこでキャバクラ行ってちょっと遊んだりとかいろいろあるんで、もう本当いろいろね、魅力が詰まったゲームとなっていますよ。ドスが、あー、やべえ、つえ、それはワンパンだわ。それはワンパンだわ。あ、なんかダブネスジェット落ちた。これ回復薬かな。ほら、掴めるんですよね。まるで掴んだりするかな。ほら、つえな。オッケー。ちょっと桜井さんやりたくなったんじゃないですか。ちょっとやるわ。ちょっとやってみましょうよ。じゃあなんかあの簡単そうなやつにしよう。バッティングセンター行こう。あ、バッティングセンターいいね。あ、ちょっと待って、いや、ホテル街行こう。好きね。近い近いでしょ。え、待って、変身できないんだけど。あ、さっきのおっちゃんに話しかけてミッション完了する。気をつけろよ。終わったよし、このおっちゃん助けた。このおっちゃん助けた。メールが来たよ。よしよし。で、そう、この人落ちてるだけでしょ。そう、落ちそうな人がいる。じゃあもう落ちたの。え、落ちてるだけだから、これ気をつけろよってやって終わるだけだから、きっと。だからこっちやった方がいいんだよ。あ、待って、でも、え、これ返せ、え、なに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 、カメラ、カメラモードとかがあるみたいな。え、ちょっと待って、これ返せないんだけど。あらららら、あれ、ちょっと古いのかな。古すぎる。新人もだからちょっと古いのか。もうちょっと上の方2人だから。え、でも上の方も返せない。あれれれ、これだって返した。丸なんかね、押せる、丸で押せる。押せない。押せないってことはミッションじゃない。あ、そうかもしれない。ミッションなのは押せた。あ、なるほどね。じゃあもう、あ、ちょうどいいところにいるじゃないですか。なんか、あ、中国のマリア普通に歩いてるね。投げ飛ばしたよ今。そう、一人一人、敵一人一人にもこうやって名前がついてる、丁寧なところすごいよね。ガード、やばい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 。コマンドある、コマンド。お、バツバツ三角丸。おー、強いの出た。え、待って、シャムシールみたいなやつある。あ、ほんとだ。え、めっちゃなんかやばいな。いや、強いよ。うわー、もうこの世界でしかできないよ、俺。はいはいはい。え、じゃあ豪快に蹴り飛ばすやる。やろう。おい、強い、かっこいい。はい、豪快。はい、これアルティメットヒートモード、これめっちゃ強かったから。ヒートストックを R2 これが溜まってる時。これ殴り合う、はい、いや、めっちゃ強くないやから。いや、はい、いや、気持ちいいですね。気持ちいい。拍手してくれた。この人倒せんの。お店行こうよ、お店、いいお店行こう。はい、結構ね、真剣にね、プレイしていただいてね、もう私は感無量でございますよ。面白いです。面白い、魅力伝わりました。寿司ざんま行く。本気でね、だんだんね、のめり込んでね、ちゃってるんで、今回はこの辺でちょっと申し訳ないですけど切りたいと思います。はい、ということで、しばらくこの3人で TGS の動画を上げてきました。しかし、この3人での TGS の動画は今日で最後になります。どうでしたか TGS。 めっちゃ面白かったですね。よかった。あのね、やっぱ VR があの初めてやったんで、これ、ね、そう、印象に残ったのと、あとやっぱあのこの子、あ、コンコン、この子と写真撮れたの、あのこの子と、ね、一緒にあの動画に映れたことが一番じゃないな。よかったです。
僕もね VR ねやっぱりね印象に残ったな。そりゃそうだよね、めっちゃ印象に残った、初めてだったんでね。あとねバイオハザード、あれやばかったね、やばい、今までと違った感じで怖かった。でも全部面白かった、全部面白かった、そう全部面白かったんですよね。全部俺ほんと最後なんですか俺ら。そうですね、申し訳ない、なんて最後なんだよ。最後だからどんどん行ってちょっとね、まあ、動画でね撮れるのはねこれで最後なんですけれども、はい、僕たちこれからも楽しみたいと思っております。はいはい、はい、では皆さんファミツアップのチャンネル登録をよろしくお願いします。多分ここら辺ですよね、はい、すさらにニコ生もやっていますのでそちらもよろしくお願いいたします。まあ一応まだ明日ぐらい、明日明後日分かんない、まあぐらいまだ TGS のネタを残しているので皆さんまた明日も15時から動画お楽しみに。それではまた会いましょう。さよなら。なんとこれ。